だからクルメが3人いるんですね。でクルメ以外が本郷さんとなりました、はい、で連携するのかなどうなのかなという感じですね。藤田さんは何て言うんですか。まだ分かんないです。僕は菅雄三の後ろに行きたいなと、はい、まだ本郷さんの姿は見てないです。ああもう会いました。会いました。一応話して、はい、あそうなんですか。まあ、一応後ろにとは思ってますけど、まああとは短期の人たちがどうするかそうです、ね、またちょっと話して決めようと思ってますけど、まあ、今のところはちょっと本郷さん行こうかなという感じですね、はい、前もちょっと世話になってるんで。そうですね、僕もなんか見たことあったんですよ。どっかで確かあったな。はい、優勝させてもらってるんで、うん、ありましたね。4月あたりから本当にね、一着も増えてという、まあ、予選回りなんで、ちょっと予選回りするのは意外な感じがしたんですけど、結構その前が良くなかった、良くなかったと聞きましたね。もう今年入ってからちょっとフレームが合ってなくて、でフレーム戻したら優勝したんで、向こう待ちでしたっけ、はい、そこからまあずっと、じゃその向こう待ちからずっと同じフレームが、そうですね、はい、まだ波はあるんですけど、うん、まあ、手応え的にはそんな悪くないんで。あ、そうですね。今回はね、九州は層が厚いんで、多分準決勝を回っても、ね、ひょっとしたら、ね、いいような番組になるかもしれませんし、またもしかしたら番手もらえる番手かもしれないです、分かんないですけどね。来季上上がりますんで、そうですね、ね、ちょっと、まあ、気合い入れて6月つながるようにそうです、ね、しっかりして、はい